皆さんこんにちは。今日はあの VOA、CAP、というねソフトウェアでね、あの電波の伝播予測ですね、あのこれをねあのちょっと紹介したいと思うんですけどね。はい、いろいろあの今情報が、ね、あるのでね、まあ昔はあのまあ大体 CQ ハムラジオとかね、そういうのを見てあの電波予測とか、まあ、大体ローカルに聞いてどこが入ってるとか、まあ、スイッチ入れたらファイルになってるので予防とかね、まあ、そんなことから始めて、私も去年再開したらアマチュア無線がなんかすごくなんかもう何でもありの感じでね、はい、情報も取って、いろんな、ね、方法で、あの DX 局を見つけたり、ね、できるというのが、ね、分かってね、あすごいなと思ったんですけどね。はい、あのよく使うのはね、ちょっとこれ、ここにあるね、ちょっと見えるかな、MyDX サミットね、はい、MyDX サミット、これもね、あの前にも紹介しましたけどね、はい、これは、まあ、あのどこの局が出てるかって分かるんでね、周波数も、全部分かりますしね、はい、あとはコンディション、どっちに向けたらいいのかなって、アンテナをね、まあ、あの指向性の場合、指向性のあるアンテナの場合ね、はい、ということでね、はい、あのまあ、結構ピンポイントにね、あのこれで、すぐ更新できます、はい、非常にいいですね、あのリアルタイムでね、すぐできます、はい、あの今ありがとうっていう情報もね送れますからね、向こうにね、はい、コールサイン入れてね送れば、送れますのでね、はい、ということでね、もう一回この VOA、CAP ね、まあ、ちょっとすぐ直感的に分かると思うんですけどね、はい、見えるかな、はい、今あの広島というふうにここに入れてます、はい、広島ちょっと近づけて、はい、広島、ここはですね、あの、VOA CAP で検索していただいたらね、このサイトにすぐ入れると思うんですけど、ここをクリックすると、はい、あのいろいろな都市が、ね、出てきます、はい、一番上、1A の、スモンかな、はい、3B6 とかね、いろいろコールサインプリフィックス、地名が出てますけどね、ここで、JA がね、JA がここに JA がね、東京、京都、広島、鹿児島、札幌とね、あと南鳥島ね、はい、小笠原というふうにありますね、はい、下モンゴリアですけど、まあ、たまたま広島があるので私広島なんですけどね、これをクリックすると広島ですね、はい、今ここにあのロサンゼルスと入れてます。ここもあのいろいろ変えれますけどね、はい、あの更新できる国をねそのままあのここで、ドラッグというか動かしてね、まあモーリシャスと更新したいなってったらモーリシャスをクリックするとね、はい、あの下に、はい、モーリシャス、ヨーロッパ中心の地図なんでね、はい、あの、日本は東の端ですけどね、はい、こんな感じで、待ってます。はい、これで、まあ、ちょっと保管しましょうかね。はい、今 3B8 と入れましたけど、さっきの、まあ、単純に、分かりやすい、さっきのロサンゼルスを、ね、今見てたんですけどね、ロサンゼルスを入れます。はい、ロサンゼルス入れてますね。はい、それでこんな感じで、はい、あのちょっとこれ日本が東の端なんでね、はい、あの端の方にねこういう風に出て、日付変更線でね終わってますけどね、はい、あのこれで、ちょっと見えにくいと思いますけどね、はい、あのすいません、はい、今度ね画面のね右の方にねセッティングありますけどね、まあ、CW となってるんで、まあ、SSB で更新しようかなって、SSB を選びます。はい、それからあと出力はね私1500ワット出せないんで、
200ワットで、更新したいなということでね、はい、まあセッティングしたの方にあるんですか、アンテナとかね、まあ、3エレぐらいでねセッティングしてると思いますけど、はい、これで、この画面の、左の端というか左の方にね、ここで更新できる可能性、こんな感じで出てきますね、はい、これ出てきました、はい、赤くなるとね 100% でね、下の方にパーセントレートが、パーセントがね出てます、はい、こうですけどね 100% までね、はい、今、まあ、オレンジぐらいなんで、まあ、90% 90% でね、更新できる、周波数帯は、右の方からね、はい、15メーターバンド、まあ、17メーターもですね、17メーター、まあ、オレンジの濃いのは15メーターの、23とありますけど、朝の、まあ、は朝の、8時台ですね、 UTC なんでね、23時ですね、8時なんでね、まあ、まあ、大まかに、朝の、6時ぐらいからね、2時ぐらいまでかな、まあ、1時で10時ですね、 今時間が9時42分なんでね、もうちょっともうそろそろもう更新難しいかなというところです。ロサンゼルスですけどね、はい、8時台だと、これで見ると17メーターバンドね、はい、18メガですねから21メガが一番濃いんで可能性が高くて、次に12メーターで10メーターバンドということでね、はい、こんなことで予測できます。ちょっと 南米をねちょっと見てみたいと思いますけど、例えばアルゼンチンね、 LU のあブエノスアイレスと言ってますね、ブエノスアイレスと更新、はい、こんな感じになりました、はい、非常に更新のね時間が長いです、はい、時間が長いのは、まあよく更新できますね、地球の裏はね、はい、ロングパスとショートパスとね、いろいろパスがあるんですけどね、まあ、ほとんど24時間ね、どっかの周波数で、更新できるようなことですけど、まあ、まあ、可能性 10% まで落ちますけどね、はい、可能性が高いのはね、UTC の15時から、まあ、1時ぐらいまでかな、あ、翌日の1時までね、だから夜中はずっとブエノスアイレスと更新できるというね感じに見えますね、はい、ということなんでね、はい、UTC の17時18時、というと、はい、日本時間だと、まあ夕方ですね、夕方から夜にかけてね、はい、夕方4時ぐらいからね、5時6時ぐらいまでかな、はい、この辺がかなり可能性高くてね、80% から 90% の確率でね、まあ、更新できるというふうに なります、はい、まあ、これ SSB で 200W で、まあ、アンテナ 3L 相当が、まあ、20メーターぐらいの高さでね、まあ、セッティングのがねまたあるんですけどね、はい、まあ、条件がいろいろ異なるんでね、まあ、ノイズが多かったりいろんなさまざまな条件がねありますけどね、まあ、これ太陽黒点数もね一応ね入ったりしてデータ取れるようになってます、はい、時間がねリアルタイムでね、はい、時計もバッチリ合ってますからね、まあ、バッチリ合ってるというか秒単位までバッチリ合ってます、はい、ということでね、VOACAP のまあ簡単なねちょっと使い方ということでね、はい、VOA キャップはねまあ私の場合は保存してますけどね、はい、一応ねお気に入りに入れられるとね、VOACAP の使い方ということでね、検索するとねすぐ出てくりますので、はい、ちょっと戻ると、さっきこれ出したので、はい、こんな感じで、ちょっと戻るとね、はい、VOACAP、はい、もう一回戻ると、はい、VOA キャップ、ちょっとね逆を言ってますけどね、VOACAP について絵画更新の際の最適バンドの目安ということでね、
はい、こういうことでね、はい、インターネットからね、簡単に、このサイトに行って使えるということでね、はい、あの一応ご紹介、参考になればと思います。はい、皆さんありがとうございました。73さようなら。